悲しみ誘うミッドナイト、こぼれる愛をちょうだい。黄色いリンゴをかじってる君は人知れず大人になる。ため息色して迷い込む愛を探して生きてる。これも早急にチェックをお願いします。たくも6日よ、6日、せめてシャワーぐらい。もういや、せいなくん早く帰ってきて。はぁ、ずいぶんとお疲れのようね、セイナ殿。おかげさまで。嫌味を言う元気があればまだ大丈夫ね。それで瀬戸様、これから一体どこへ向かわれるのですか？そう尖らないで、いいもの見せてあげるから。いいもの？神岳に王家の船を組み込む話はしたわね。はい、この前の三鏡とのリンクに成功したからだと。あ、キリコさん。そうなので、これがキリコちゃんの船、ジュライ第二世代艦ミズキよ。おお、船って言ってもまだコアユニットだけですね。王家の船と呼ばれるものは本来このコアユニットを指すのよ。どういう意味です？どうしたの、セーナ殿？いや別に。ねえ、はい。ユニットの造成は終わったの？あとは微調整をするだけらしいです。そう、それならユニットの中を案内して差し上げたら？いいんですか？なんでそんなに驚くんです？なんでって、なあ。王家の船のユニットは銀河の中でも一二を争うほどのトップシークレットで、私たちがおいそれと入れる場所では。あら、船がいいって言った人なら誰だって入れるのよ。そんな簡単なものなんですか？みずきちゃんのご機嫌は？早く遊んでほしいってそう言ってます。そう、それじゃあ、そのキリコ様。なんだよ、こっちだって一応気を使ってだな。いつも通りでいいわよ、私自身何も変わってないんだから。そうか。いや、てっきりもう偉さんになっちまった気がしてな。キリコはキリコだよな。キリコ、キリキリキリ、やっぱキリコ様って呼べ。ようこそ。これがブリッジ？まるで箱庭だな。これか。一度だけ瀬戸様の御鏡に乗せていただいたことはあるけど、ずいぶん作りが違うのね。王家の木のユニットは規格品じゃないわ。その木と契約者の趣味によって設計されるからね。で、あれがキリコちゃんの木、みずきちゃんよ。あ、王家の木って言うから見上げるようなでかいのじゃないんだ。この若木が第二世代、三鏡と同じ宇宙最強と言われた船の本体？驚いた？みずきちゃん、ご挨拶なさい。なんだ？彼女が天音よ。
なんだこれ。知りたいよ。でも、待ってくれ。ああ、くすぐったかった。意志を持った王家の木、想像していたのと随分イメージが違いますね。かわいいでしょ。まるでじゃれつく子犬の大群みたい。まだなんかこう背中のあたりが難しくて。何ここ、どうしたんです。すごい、はあ、やっぱり居住区よ。髪だけの中もすごいけど、これが本当に船の中ですか。話には聞いていたけど、実際に見てみると非常識ね。ここは木の力を使って亜空間に固定してある場所なの。数千人が自給自足で生活することも可能よ。はあ、完全な生活圏が確立されていますね。強力なありとあらゆるフィールド特性を持つ高応力を作り出し、宇宙や超空間の航行も可能、そして無尽蔵ともいえるエネルギーを持つ。コアユニットが船だって言った意味わかった。ではあの外装はただの装飾なんですか。一種のリミッターなのよ。リミッター？攻撃力が強すぎるの。一発で惑星が吹っ飛んじゃうような力を使えないでしょ。だから武装するの。銀河支配だってできるんじゃないですか。これやろうと思えばね。でも本来王家の木は戦いを嫌うの。まあそんな感じだよな。なんかまた福ちゃんと同じね。緑の香り、綺麗な空気ですね。本当はもっと広く固定できるんだけど、キリコちゃん遠慮したみたいね。まだ家も建ててないし。え？家？まあこのまま暮らしてもいいんだけど、お客様を迎えることも多いから。一応はね。私この真ん中にダダーンとでっかいやつを。アマネさん、それは私のお城も移築できそうね。姉女様まで。そんででっかい露天風呂やプールも欲しいわ。オッケー、私が許すわ。どういうことでは。どうかしたね。あ、いえ、キリコさん遅いなって思って。あ、福、おい、どこ行くんだよ。どうだった？お友達になれそう？そう、よかった。ごめんね、ちょっと考え事をしてただけ。大丈夫よ。見学終わったの？福ちゃん一人？おい、福！あ、あ、言い忘れてたけど、飼育用の動物が放し飼いに。あ、やったな！何？その服、従来の服ですよね。うん、そうよ。すごく似合ってます。ありがとう。でも、あの、え？いえ、何でもないです。そう。これより神岳と王家第二世代間水木との融合を行う。総員不測の事態に備えよ。以上、総員の努力に期待する。準備はいい？キリコちゃん、福ちゃん。はい。にゃん。みずきちゃん、始めるわよ。落ち着いてね。みずきユニット、異常ありません。神岳の境界面、振動確認。許容範囲内です。境界面臨界まで、あと30、20。みずきユニット、安定しています。リンケージ指数、正常値です。3、2、1、臨界。神岳、境界面崩壊を確認。全身波形、安定して。チップ増大。エネルギー出力は増大しています。水木ユニットより神経光。2番オーバーロード、出力低下。髪だけのシード、出力低下。船内空間に揺らぎが出ています。にゃん、にゃーん。キチャの方も呼吸、脈拍ともに上昇しています。
このままでは振動でドックそのものが持ちません。耐圧力場のシンクロが力場を支えきれません。精神波動リミットいっぱい、限界です。融合を中止。待ってください。水木、福ちゃん、はしゃいじゃダメ。あんな、もうドックが壊れちゃうでしょ。両艦とも安定したようです。申し訳ありません、瀬戸様。やれやれ、二人とも子供だってこと忘れてたわ。融合シークエンス続けてちょうだい。はい、融合シークエンス再開します。水木ユニット定位置へ。神経節着床。境界面再結晶化スタート。GPS 終了。お疲れ様、二人とも。どう、福ちゃんと水木ちゃんのリンクは。はい、問題はありません。三鏡の時よりスムーズにいっているようです。出力の揺らぎもほとんどないくらい安定しています。子供だからすぐ仲良くなれるのね。福ちゃんと水木ちゃんがうまく成長できれば第一世代間超えちゃうかも。そんな無茶な船作って大丈夫なんですか。いいんじゃない、二人ともいい子だし。おもりが大変そうだ。遅くなりました。キリコさん、その格好。やっぱり出動の時にはこの格好じゃないと落ち着かなくて。瀬戸様も行かれるんですか。当然でしょ。ああ、それから暇そうだったんで運の良さそうなの引っ張ってきたわ。一人でも多い方がいいでしょ。暇なわけないでしょ。あんな、じゃあ帰って書類の整理する。ゴー、やです、書類の山は。やー、アイリさんも大変だな。セイナちゃん、え、お久しぶり。ミトトさん、お久しぶり。いいわ、久しぶりにすごくいいわ。そんなにいいですか、僕のゴブ。あ、どうしたんだ NB、 絵的に真っ白になって。あかん、ここは男として。NB 様、うちな、実家の都合で帰らなあかんようになってしまってな。でもすぐに戻りますさかい、寂しゅうても我慢しとってな。戻るって。それとあの夜のこと、うち一生忘れまへん。にゃー、ワイボン、こら NB 様。 NB、今のは してまへん。ワイの意思でした。やらへんで。あの女が、あの女が。遅くなりました、瀬戸様。お前ら何しに来た。今回の出撃に際してサブオペレーターとして来てもらったの。私だけでも十分だろ。必要だと思ったから来てもらったんだけど。それとも何か不満でも。火器完成形異常なし。サイストシステムの反応が 12% 向上しています。ソーダ系制御オールグリーン、開始修正プログラムロードしました。各機のチェック、メイン、サブともに異常ありません。はーい、福ちゃん、人参ですよ。さあ、あっちで食べましょうね。どう、なかなか優秀でしょ。は、はあ、すごいですね。福ちゃんの世話までこなすとは。レギュラー取られないように頑張りなさいよ。余計なお世話す。さあ、話もまとまったところで幸運館との決着をつけに行くわよ。はい。それはいいんですが、幸運館の所在はつかめているのですか。あら、ここにいるでしょ、天然海賊レーダーが。ああ、なんかすごく嫌な納得のされ方ですが。神だけ発進て、はや、前方に巨大エネルギー反応。え、え、
あらあら、従来の国家予算数年分の投資がこうもあっさり無駄だったとは。リョーコ、もしかしてあれって。え、まさか。はい、ダルマの中枢、移動惑星要塞、大ダルマです。おいおい、いきなりか。なんだと、神だけが現れただと。防空監視は何をやっておったのだ。は、申し訳ございません。いきなり長距離ジャンプしてきて、こちらの位置がバレていたとしか。そんなバカなことが。神だけ、ローレライ聖なか、己疫病神め、全戦力を投入して必ず撃破しろ。あれだけ GP とジュライが探して見つからなかったダルマーの要塞が、私たち幹部だった者たちにもその航路や正確な位置は知らされていませんでした。あらあら、でも私あそこへ行った覚えが。帝様は別です。大ダルマーから攻撃、戦闘艦の発進を確認、数およそ200増加中。やろうってのかい。第二世代王家の木の力見せてあげるわ。行くわよ、福ちゃん。あの瀬戸様、一応艦長。攻撃の指揮は任せていただけます。あの、よろしいですね。はい、直ちに攻撃開始。ああなったら誰にも止められないわよ。ま、艦長はどっしり座って見てればいいの。はあ、何？大ダルマが神だけに襲われているだと？はい、現在抗戦中とのことです。私にかなわぬと悟い、大ダルマを襲撃するとは。卑怯なり、山田聖奈、社長の救出に向かうぞ。超空間ジャンプ用意。ジャンプ終了と同時に攻撃だ。せーの、覚悟すりゃ。お前はこの天南星稜が命ばかりはお助けを。罪には全て差し上げます。孫が生まれたばっかりでまだ抱いてやったこともないんです。どうかしとめ。せーの、まだまだこんなもんじゃないわよ。ちょろちょろ出てくるんじゃない。楽しそうですね。無限の艦隊に集中砲火だ。そういう人だから。何もすることありませんから、お茶にします。あら、いいわね。セイナちゃんはお茶菓子何がいい。本当に戦闘中。何をしておる、早く撃ち落とせ。敵艦は高音力を、何より機動性があまりにも高くて。泣き言など聞きたくないわ。それよりうんこはまだか。あ、通信は入れましたので間もなくかと。ここまで築き上げてきた私の地位を小僧一人に潰されてたまるか。なぜだ、なぜ大ダルマにつかんのだ。もしや幸運すぎるのでは。なるほど、艦に収容してある幸運グッズを破棄しろ。急げ。ジャンプアウトします。なんだ、前方に GP の大艦隊が。だからなんでだ。とにかく反撃しろ。当たりません、ちっとも。だからなんでだ。ランダムジャンプ。すみません、壊れちゃいました。なんでだ。さっき幸運グッズを捨てたからでは。なるほど。上手よ。ああ、
もうおしまいね。始まってしまいましたね、瀬戸様のジェノサイドダンス。いつものトリプル Z はいかがなさいますか。えらいえらい、幸運館と戦うはずだったのに、なぜか大ダルマーと戦ってダルマー壊滅。ちょっと複雑な心境ですね。幹部どもの造反で幸福なんてしてこなきゃ、もっと楽しめたんだけどね。まあまあ、おかげでダルマーも無傷で捕らえられたし、ほとんど死者も出ませんでしたから。程度を超えた一足飛びね。あなたたちもよくやってくれたわ、ご苦労様。いいえ、先輩のためなら。な、まあまあ。もう、そういえば、セーナ様は？いいか、わしはな、一隻の船と、この身一つで、海賊の世界に飛び込み、数々の戦いをくぐり抜け、艱難辛苦の末に、海賊ギルド、ダルマーを築き上げた。それが、我が帝国創設の第一歩だったのだ。はあ。それが、こんな形で全てを失うと。すみません。わかるわかる、レオちゃん、全てを失った男の悲しみ、ワイにもようわかる。おお、わかってくれるか。どうしよう。もちろんや、ダグマハン。丸っこいの。これ己、己、山田聖なめ、社長の仇、必ず打ってやるぞ。ダルマーが壊滅、これで宇宙は一安心と思っていたら、問題はそう単純じゃないらしい。何よりまだあの幸運感は健在だし、そこで瀬戸様が出した策というのが。次回、天地無用 GXP 運対不運の決闘。悲しみさそうみんな、こぼれる愛をちょうだい。
独房のダルマはどんな様子？ああ、それが妙に落ち着いたというか、安らいでいるというか。自ら拡大した海賊組織の首領、その責務から解放されてホッとしてるんでしょう。でも首脳会議の結果、ダルマ完全殲滅はなしとなったのでは？そう、もちろん海賊個々の検挙はしてもらうけどね、組織まで潰すこともないわ。他の海賊への牽制というわけですか？海賊たちが無秩序になるのは危険だし、そういった意味ではギルドは必要だもの。ダルマギルドの勢力圏はジュライ領と例の連座連合中域に隣接してますものね。あら、バレてた？先生はごまかせませんね、瀬戸様。バルタ王国が公開承認されれば、ダルマギルドは事実上バルタギルド、そしてジュライの統率下に置かれるわけですわね。ま、会議ではちょっと強引に押し通した感じはあるけれど、バルタも領中が広い方がいいでしょうし、彼らにとってはふるさとでもあるしね。それにこれが連座との交流のきっかけにでもなれば面白くなるわ。けどもう一つがね。は、やりますか、お掃除。必要悪っていうものは必要がなくなれば悪でしかありませんしね。そちらの方は倉光家にいろいろとお骨折りいただくことになりますが、どうかよろしくお願いいたします。承知しております。しかしこうも早く実現が見えてくるとは思いませんでしたわ。銀河統一連合、夢物語ではなくなりましたね。でもその前にどうしても穴掘って埋めなきゃならないものが。はあ！この調子で稼いで稼いで稼ぎまくるのだ。ダルマ再建費用はいくらあっても困らんからな。いよ、将来のダルマギルド総裁。私はただお得意様のため最大の努力をしているだけだ。そんなことは考えておらんよ。いつの日か社長を取り戻し、憎き山田聖奈を倒すその日まで私の戦いに休息はないのだ。ところで山田聖奈はいたか？神岳らしい船は今のところ。おそらくこちらの幸運度が高い周期に入っているんだと思いますが。まだまだ戦士に休息は許されんようだ。ですが瀬戸様、天南先生はダルマーに出向したという形になっていたのでは？仕方ないわよ、その出向先を取引先ごと丸々潰しちゃったんだもの。金の切れ目が縁の切れ目ってね。にゃー。直接天南家から連絡は取れないのですか？それがね、何でも契約期間中に呼び戻すと違約金を払うことになってるらしいのよ。それを惜しんでですか？気の毒に。同情するだけバカを見るわよ。ただダルマ逮捕後、神岳も幸運館には遭遇できていません。ダルマから入手したデータでは、シミュレーションによる遭遇日時は。あかん、ピクリともせんわ、ワイの男心。最長で4年2ヶ月後かと。4年。神だけが、ローレライセーナがね、なんちゅう付き具合だ。どちらにしろ早く確実に捕獲する必要があるわ。そこで艦長、倉庫担当から連絡です。さっき営業した全ての積み荷に艦長宛てのメールが添付されているらしいんですが。何？同様のものが他の海賊からも転送されてきてます。うん、わかった、こちらに回してくれ。ここまでやるんですか？勢力はああいう性格でしょ。舞台は派手な方がいいと思って。本当に来るんでしょうか？ええ、大丈夫よ、絶対にすっ飛んでくるから。よう、なんて書いてあるんだ？ダルマは社長の命が惜しければ、うんこ一石でやってきて、私に1対1で決闘しろと言ってきた。人質を取るとは山田聖奈、なんと卑劣な。確かに相手の性格を考えれば来やすい口実ではあるけど、こっちが悪党ですね。というわけで、パワーショベルとブルドーザーだ、かっこいいな。おいおいって。はい、しっかり決闘してね、聖奈殿。俺がやるんですか？他に誰がいるの？
そらまあそうだな。 GP の船幽霊ローレライ・セーナといえば海賊だるま最大の敵であり、しかもあのアホが目の敵にする地球人、これ以上の適任者は考えられないわ。うんうん。でも相手は天南先生でしょ。性格はともかく実力は一枚上だわ。大丈夫、素敵な教官を用意してあるから。ところでさっきから聞きたかったんですが、この大げさな工事やあの観客席は何ですか。せっかくの世紀の対決でしょ。セーナ殿を見たいっていう人もいっぱいいるからね。ちゃんと前売り券も完売してるわよ。まあ言うまでもないだろうけど、こいつは見え見えの罠。おのれ山田セーナ、貴重者め。たっか、こいつの収穫をよくつかんだ罠だぜ。で、決闘の日時は。こんなものは果たし状に書いた。ああ最後の一枚だった。激バカ。剣の特訓とかしなくていいんですか。こんな短期間で教えられることも身につくこともまして、やこれを覚えれば大逆転間違いなしの奥義など、都合のいいものなどはあるはずがない。でも傾向と対策とか。せーな殿、戦いにおいて一番の敵は自分だ、己に勝つ。よく言われることだが、その当たり前のことをするのが実は一番の近道なんだよ。緊張や恐怖心は実力を何分の一にも落としてしまうからな。はあ、だからのんびりしようや。瀬戸様に怒られませんか。俺がどういう行動を取るかぐらいあのクソババアならお見通しさ。え、三上先生、金光様にお任せすれば間違いないとは思うのですが、私たちも何か考えた方がいいかと。大丈夫よ、妥当な判断だもの。妥当？瀬戸様に一番合わない形容詞ね。瀬戸様や金光様を信じていないわけじゃないですが、何か手を。そんな風に周りがおたおたしたら、セーナ君も余計プレッシャーを感じてしまうでしょうね。昔アカデミーへ留学していた頃はここでよく昼寝をしたもんさ。そうだったんですか。幼少や愛理も天でガキだった。幼少って天地先輩のおじいさんが。あいつはちょっとばかり大人になっちまったが、アイリは昔からあんな感じでな。セーナ殿、最初にアカデミーに来た時、あいつに案内させろって言われなかったか。ああ、そういえば授業なんかどうでもいいから1ヶ月コースで案内するとかどうとか。やっぱりな。何もしなくてもいいとは言っても飯は重要だ。エネルギーの補給だけでもなく、ストレスや欲求不満の解消にもなる。どんどん増え。はあ。不安か。そりゃ一応剣術の基本は習ったんだろう。だったらどんな方もそのバリエーションでしかない。そして勝負を決めるのはたった一撃。勝ならともかく、実戦ましてや決闘なんてのは地味なもんさ。熟練された基本と基本のぶつけ合いだ。それでも不安なら船同士での戦いと思えばいい。剣の戦いでこそないが、セーナ殿の経験した実戦の数は半端じゃない。そんなの関係ありませんよ。船に守られてるし、他のみんなだっているし。それは相手だって同じだろう。え？ワイの男心を返してえな。それにしても遅いわね、清涼くん。作戦が失敗するわけないんだけれど。変ですね、果たし状付きの荷物は間違いなく強奪されてるんですが。瀬戸様、通信が入ってます。私に？やっと捕まった。あらあら珍しい、何かご用？実はだな。というわけで、決闘の日時も場所も確認する前に燃やしちまって。すまんが、教えてくれないか。山田せーな、待っておれ。日も暮れたところで、次は酒と女だな。え？ま、ここは俺に任せろ。初心者からマニアックな奴らまで大満足の穴場を。穴場をどうなさるのかしら、金光おじさま。稲穂、どうしてここが。
瀬戸様が酒と女はダメって言い忘れたから十分釘を刺しとくようにって。しかしだな、セイナ殿のためには。奥様に言いつけますよ。これは和樹様、天目様、気がつきませんで。安心して王子様、監視に来たんじゃなくてお二方のお供なんです。セイナ殿、こちらは従来をあずさ様のご両親だ。四つが和樹です。よろしくセイナ。妻の天目です。山田セイナです。決まらん終わりになってしまったな。さっきのご夫妻 GP の人ですよね。なのに呪雷王のご両親って。すみません、変なこと聞いちゃって。大したことじゃないさ。天目様が和樹様と結婚するために王族を辞めただけのことだ。そんなことが。どういうわけか正木家ってな、王族を面倒に思うやつが多くてな。呪雷初代総帥の妹君をはじめ家を追んでたやつがいっぱいいるのさ。幼少もな。文庫の職見送り国、私はこれから決死の覚悟で社長を救出する。私が再びここに戻れるかどうかそれは誰にもわからない。だが諸君、いかなる結果になろうともこのうんこのクルーであったこと、うんこ魂だけは絶対に忘れないでほしい。清涼艦長と小町副長に敬礼。頼むぞみんな、うんこの火を消すな。やけくそになれってことかな。だろうな。艦長命令なら仕方がないな。なんだと。ですから今から申し込まれましても宿泊施設は全て満室でして。私は関係者だぞ。つうか主役だぞ今回の。遅れたら関係者でも一般列に並ぶのは常識です。だから主役。以下同文です。その機関雇い。仕方ないだろ、諦めろ。本当にこの船を監禁なさるんで。ああ、艦長命令でな。なんでもやけくそになって勝負しなきゃならないらしいんだ。明日の決闘楽しみだな。山田聖奈め、せっかく指定宿泊地にいろいろと罠を仕掛けたんですがね。釣り天井とか毒サソリとか底なし沼とか。これも幸運なのかしら。ですが幸運感を降りたら運の良さもほどほどのようですわね。いよいよ明日か。金光さんの言う通り、考えても無駄かな。で、明日はどんなド卑怯な手を使うんです？正々堂々普通にやるの。ちょっと待って、それじゃどうやったってあのアホが勝っちゃいますよ。大丈夫、私は聖など殿を信じてるから。信じてるとかそういう問題か。だったらこの際ですし、瀬戸様の全財産をかけて勝負いたしませんか。じゃあ私清涼君に。このクソババア。あなたたちには悪いんだけど、今回は清涼君が勝った方がいいと思うの。今の彼には聖など殿に勝つことだけが生きがいみたいだから、それを果たしてあげないことには戻ってこないんじゃないかしら。また海賊に戻るなんてことを言い出すと厄介ですしね。けれど実力差を考えると聖奈君の体が。心配ないわよ、実験じゃなくてショックバトンを使えば悪くても怪我程度で済むわ。清涼君だって聖奈殿を叩きのめせればそれでいいんだから。ああ玉木、夢は飲み過ぎたかな。結局これだけしか買えなかったな。ま、やけくそになれって命令だから。賭け率は今のところ9999対1で清涼様です。まさに万に一つってことね。売り上げはチャリティーだって言ったらアマネちゃんたち怒りますよ。ま、儲けたら打ち上げくらいは私持ちにするから。くそ、私のセイナがあのアホに負けるかと思うと腹が立つ。誰が私のです。私の生徒ってことよ。男同士の1対1の決闘なんだから邪魔しちゃダメよ。かわいそうなセイナお兄ちゃん、帰ってきたら慰めてあげなくちゃ。それ良さげです。良さげかも。悪かったな、わざわざチケットを送ってもらっちゃってさ。僕ら初日に電話予約入れたんですけど、回線が繋がらないうちにソールドアウトになっちゃったんです。
俺じゃないよ。キリコさんたちが気を利かせてくれたんだ。はあ。セイナ様！皆さん！セイナ様、会いたかったですよ。やめてください。こんなとこ。ちっとも羨ましいならへん。決闘なんですってね。かっこいい。いやつけちゃってくださいね。頼むぜセイナ、しびれさせてくれよ。はあ。あの皆さんは。セイナ様の召使いですわ。神聖な決闘。こんなショックバトンでやれとはな。切れぬ、させぬ、えぐれぬ。何言ってんだお前、あの坊やを切るつもりか。バカを言うな。山田聖奈相手に本気になるほど子供ではない。峰内だ。だったらショックバトンでも同じだろ。それなら悪くても怪我で済む。なるほど。ならば手加減無用で叩きのめせるというわけだな。はははは、覚悟しろ山田聖奈。という坊や、バカ焚きつけちまった。やるぞ私、決めるぞ私。はははは。ただいまより GP アカデミー所属山田聖奈と海賊ダルマー所属天南星陽との決闘を開始いたします。両者入場。北東より天南星陽。セイナンより山田セイナ。待って、セイナ様。このシチュエーションは。哀れだな山田セイナ。こうまでして勝ちたいか。はい。この懐かしくも忌まわしい舞台で少しでも私の集中力を削ごうというのだろうが、お前の思い通りにはいかんぞ。あの、よくわかんないんですが。私は昔の私ではない。ったく、なんで誰も決闘の時間が来たのに気づかないんだよ。あまねだってポワポワしてたでしょ。いいから急ぎましょう。やれやれ。というわけで、いわばこの舞台は私にとって復讐の場所でもあるのだ。怒りに燃えた私の力は私自身でも想像できないほどだって聞いてんのか。おいおい貴様、おい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 、小町さん、お久しぶりです。元気そうだね。まあ迷惑だろうけど付き合ってね。いえ、こちらこそ。セイナ君、お久しぶりです。ああ、その節はお世話になりました。お名前は。頑張ってくださいね。ありがとうございます。ミトトさん、こんにちは。セイナちゃんも決闘を見に来たの？あ、いえ、俺が出るんですけど。あらら、大変ね。つまり弾き出された答えは一つ。と、貴様の負けということだ山田セイナ。おい貴様、ちゃんと人の長ったらしい話を聞け。あ、すみません。まったく貴様というやつは私に手間ばかりかけさせる。だがそれも今日までだ。この主役の元凶ともいえる場所で貴様に勝つことで私にまとわりつく悪しき運命の鎖を断ち切ってくれるわ。よっ、天南よ。この勝負
部山田聖奈殿の勝ち。さすがの瀬戸様も外れですね。やけくそ外れだし。くだらん茶番だ。従来の鬼姫がいい気になりよって。ですがこれで幸運館の脅威も去りました。もうただの運び屋にあの船は過ぎたおもちゃでしょう。ならばあるべきところに置くのが道理だな。接収命令が降りてきた。それに不服を唱えるキリコさんたち。でもそうしている間にも髪だけは強制的に運び出されて。そんな服を渡せるかよ。次回現地無用。